お二人小説読むときどうやって読んでるのか。僕は一度ね、とある予備校で、はい、小説読解入門というタイトルの講座を取ったことがあるんです、はい、地獄だったんです。心情を追えとかってよく習うんですけど、場面の転換をちゃんと続けとか、人間関係を築きなさいとか、場面浮かべて読んでるんですか。頭の中で音読みたいな、音読するなってことですか。速読そのものがね、本来はね、無益なものだと思います。どうで始まりました、モチチャンネルです。今回はですね、予想もしなかった2人。ごきげんよう、ベルです。今日もホーム文学 YouTuber です。こんにちは、現代も教えてます、そうです。よろしくお願いします。ちょっと無理やりやらされてるんで、ちょっとすみません。圧がありましたね。はい、難しかった。本当にね、もう全く会ったことのない2人を、そうなんですよ、いきなり合わせた。いや、もう緊張しちゃって。本当に、はい、もうベルさんにも言ってなかったですけど、ね、もう今日急にもう言って、はい、急にお邪魔しました。そう先生も急に来たいって言ったんで、はい、もう、まあ、最初にベルさんに会った時に、あ、そう先生だったらいっぱい小説も読んでるし、何かいろいろ共通点があるだろうなって思ったんで、はい、なんかコラボできないかなと思ってたんで、いや、まさか実現しちゃうとは。そうですね、僕も YouTube でよく見てて、はい、見てくださってるっていうので、はい、すごいなと思って、光栄です。お会いできるのは楽しみです、はいはい、一番好きな動画は悪いな読書スタンドの動画最近のちゃんとあの見てます。ありがとうございます。危なかった試されるそんな大事なんですけど、はい、うち多分受験でいっぱい見てる人多いと思うんですけど、はい、結構聞かれるのがですね、小説の読み方わかんない。いや、そうですよね、そこ難しいですね。どうやって読んでいけばいいのかわかんないっていうのが多いので、はいはい、お二人小説読むときどうやって読んでるのか。いや、僕ね、むしろ、はい、ベルさんの読み方に興味があって。あ、そう、さっき言ってました、タクシーですよね。いやー、もう最近は、はい、もう時間も増えてきたので、はい、単純に読める量も増えたっていう感じですけど、はい、それずっと読んでらっしゃるんですか、朝から晩まで。いや、そんなことはないですね。すごいイメージになって、はい、でも毎日、はい、例えばお風呂入ってる間に読むとか、そういう感じで習慣化はされてるかもしれない。あ、なるほど、はい。そうですね、小説って、ね、受験用の読み方と、はい、普段の読書で楽しむものと、う、ね、どうやら、ね、二刀流でないといけないような気がするんですよ。そうなんですね、はい、違うんですね、はい。まあ、大学入試ってほら答えが一つでしょ、はいはい、作者は何を考えてこれを書いたか、はい、まあ、正直言って普段の読書だと、まあ、本音言いますけども、それ知ったこっちゃなくて一枚の絵をどう楽しむのかとか、はい、映画を見てどう喜ぶのかっていうのはもう個人の自由でしょ、はい、だから本来ね、全く自由なんだと思うんですよ。おでも大学入試は答え1個じゃないとダメなので、はい、ちょっと読み方が少しね硬いんですよね。違いがあるといえばそういう違いがあると思います。なるほど、はい。じゃあ、はい、ベルさんどうやって読んでるんですか、普段小説。いやー、でも本当に何も考えてないですね。本当フィーリングなので、はい、まあ、もちろん動画で紹介するっていう意識は昔よりもありつつ、うん、こうどうやって伝えるかっていうのは考えながら、うん、まあ、付箋貼ったり、おうおう、ちょっとメモしたりっていうことはしてますね。でもそれ全部やってると本当に作業っぽくなってきちゃうので、こう別に紹介する紹介しない関係なしに、まあ、なんとなく読むわっていうのと、まあ、2パターンあるかもしれない。そっか、紹介するけどここの部分をって感じですか。そうです、みんなに紹介したい一文、セリフ、響くようなものだったり、うん、あ、これは作品で受ける、まあ、一番の特徴だなって思うところをピックアップしたりっていうのは、まあ、それも本当フィーリングになっちゃうので、特になんかメソッドがあるわけじゃないんですけど、はい、なるほど。自分の普段やってることをちょっと顧みなきゃいけないの。そうですね僕は一度ね、とある予備校で、はい、小説読解入門というタイトルの講座を取ったことがあるんですよ、はい、これはティーシンじゃないですか。ティーシンというかあれなんですけどね、等身なんですけど、はいはい、まあ、これ実はね、現代文が まだまだ不慣れでできない受験生のために楽しんでもらうための講座として作られたんですよ、うん、驚くべきことに、はい、ただ読むだけの授業だったんですよ。90分間ただ小説を読んで、はい、それで終わる。小説が朗読するってことですか。ということなんですよ。だからもう、それはアナウンサーの人を呼んだりだとか、声優さんを呼んだりだとか、まあ、仕事として大体の聞く方がいらっしゃるわけで、はい、予備校の講師がやる必要はないということで、最初はちょっとお断りしたんですけど、はいはい、いくつかコメント間に入れてもいいからって言われたんですね、はい。で20校だったんですけど。20校読むだけなんですか。まあ、ただそれはさすがに僕できなかったので、つまらない作業と思いつつもやっぱりこう切ってコメントを入れて、まあ、いろんな話をしていくわけなんですけど、こう紹介してる立場として向こうがこうどれだけ伝わるのかっていうのは自分が感動してないと伝わらないと思うんですよ。でこれはね、結論から言いますね、地獄だったんです。
震えなかったんですか？もうね、震えなきゃいけないというプレッシャーの中で、横隔膜じゃないんだけど、まあそこも含めてね、全身が震えないってやっぱり伝わらないと思ったから、はい、昔からこう読書歴はそれね、あるので、はい、いくつかピックアップするんですけど、それだとね、やっぱり自分というものが出てしまう、選び方の中に。どこかで人の意見を取り入れたり、進めてもらう本も読んだりなんかして、その20個の中に、まあ、19個つまらないと思っても、はい、1回だけ、うん、もう誰もされたことないツボをつかれるような授業があったら、本って面白いんだって、もしその生徒が人生が変わるような大きな体験だと思うんですよ、うん、それでいろんな意見を募って読んでは感動するかどうかということを自分が全部こう試してみて、で教材を選ぶんですけど、もうこれは地獄でいっぱい読むじゃないですか。でどれがどれぐらい感動したのかという非常に相対的な価値観ですから、その時の自分の生活のリズムだとか、いろんな経緯含めて出会うべきタイミングってあるんですよ、小説って。それを全部度外視して、うん、ともあれ感動するかどうかでこう順位付けをして、順位付けをしたものを紹介するっていうのが経験したことのない異質な読書だったんですよ。あ、ちょっと変な質問なんですけど、まあさすがにベルさんぐらいね、読まれて紹介する立場なので、辛くならないのかなと思って。ああ、はい、例えば映画化されたタイミングだからこの原作を出すとか、そういう方向に向いちゃうと辛くなってきますね。またそれが伸びると思ってやって伸びなかった時とかって、こう何の意味があるんじゃいみたいな感じになってるので、でそれはだからやめましたね、そういう。なるほど。もう本当に自分の思うままに書店行って選んで、でその中で、あ、これは紹介したいわってなるもので、あんまりやっぱりプレッシャーが入っちゃうと自分の感動するものもなかなか感動しない感くなってしまうので、ね、感動するものちょっと選ぶって90分でしかも読み終わんなきゃいけないわけですよね。そうだから短編小説を選んで、だからね、しばらく本当にこれ大げさじゃなくてトラウマになりまして、短編小説が読めなくなりました。ああ、うん、その時の本当にダメになったんですよ。だそれ以来自分の好きな本を集めて小さな本屋さんを作ってらっしゃる方とか、はいはい、そういう職業的な特殊な方を見るとしんどくないのかなとか、今まで感じたことない視点でね、うん、見るようになったんですよ。なるほど。感動。へえ、はい、そんな感じがあるんですね。いや、僕ら英語の場合だったらね、はい、その小説を読むだけでも成立しますけど、ここにこんな表現出てるとか、こんな構文あるとかで成立しますけど、まあ、日本母国語だったら確かにそうですよね。このために読むとか授業やるの大変ですね。そうなんですよね。そこに総先生のなんか嘘雑談とか入れながらやってたんですよ。いや、雑談にわざわざ嘘まで。雑談ってね、森哲先生ちょっと待って。雑談っていうのはね、講師にとって一番正直なところが出るところなんですよ。ただ言う必要ない話をしてるから、それはまあまあ一応ちょっと持ったりする時もあるかな。まあでもそれぐらいです。そういう感じ。いや、小説の中にそんなのやってたりとかするんですね、はい、で結局小説読み方わかんないと結構心情を追えとかってよく習うんですけど。ああ、そうですね。そうですね。そこ笑うとこかどうかわかんないけど、英語の場合ですね、心情を追えとか場面の転換をちゃんと気づけとか、人間関係気づきなさいとか、こういう早く読むためって感じなんですかね。そうですね。あと誰が誰だか分かんなくなっちゃいます、英語の場合は。ああ、なるほど。知らない名前と知らない名前がジョンとメリーぐらいだったらいいんですけど、海外小説翻訳されてても難しいですよ、それは。相性になったりしますもんね。この誰誰誰みたいな名前の人が並んでても記憶残んないっていう、ね、場面がこう浮かばないとっていうので読むのが辛いって言ったりするんですけど。なるほど。こう読んでる時に場面浮かべて読んでるんですか、文言。いや、私は絵が浮かびます。描いてやっぱ読んでる、ね、もう自然に浮かべてというか浮かんでる状態ですよね、うん、あー、なるほど、うん、こういう動いてるんですか。ちょっと変な感じで、うん、そうですね、もちろんそれは、うん、はい、そこやっぱ顔がありあったりなかったり、僕の場合は顔まで出てこないんですよ、時計が、ちょっともやーっとはしてるんですけど、うんうんうん、からでもたまに鮮明すぎて、はい、自分の中で例えば赤いドレスとか はい、なんですよね、はいはい、でそうするとあれ、これ
って映画で見たんだっけ小説で見たんだっけみたいにたまになりますね。そしたら別に映画化されてない作品だったとか、あそういうとこまで描きながら時が、なるほど、想像しやすい描写の時にはそういうこともありますね。やっぱりそうですよね。そういうふうに現代文のやつでもみんなやっぱそうやって読んでいくべきなんですか。いやもちろんそうでしょう。文字面だけだったらつまらないですから、ね、具体的にその可能だったら匂いだとか風景だとか、匂い、ただやっぱりその本読んでる時にどれぐらい具体化するのかっていうのは、はい、個人差あるし、はい、描写のね高にもよるんですよ、はい、顔の表情を詳しく描いてたら、はい、そこは詳しくなっていきますし、うん、ただそこに相当自由度があるので、はい、本を読んだ時に受けた深い感銘とそれが例えばおっしゃるように映画化された後、はい、映画を2時間見てあ面白かったなと思った感銘っていうのはね、うん、ちょっと、ね、性格が違うような気がしますね。おお、なるほど、はい、本はまた別の楽しみ方が、そうですね、やっぱ描写が細やかなのは間違いなく活字の方なので、お演技で見せてるところってあるじゃないですか、はいはいはい、切なさとか言葉になりきれない思いを、うん、でも文章はそれが書いてあるので自分の中で好きなように読みながら、うん、読みつないで物語をこう作っていきますけど、見せられてるとねちょっとね浅い時があります。おあら、語ってるじゃないですかちょっと頑張って語ってますけど語ってるじゃないですか、はい、そんなこともあるわけです、はい、あれはどうですか、音出るのかっていうの、なんか音なしでさーって読んだ方が早く読めるからって言って頭の中で音読みたいにするなって、音読するなってことですか。そうです、字を音に変えて、僕字を音に変えないと読めないので、私もそのタイプです。なんで速読できないんです。そうです、僕早く読めないんですよ。だから早く速読しろって言われるんですけど、はいはいはい、スキミングっていうのでさーって読むことはできるんですけど、はいはい、普通に本読んでいくときって全部僕音になるんで、あーはーはーはー、なるほど。いやそれはねちょっとね、まあ、言わせていただきますと、はい、文学作品は、ね、速読に不向きだと思います。あ、そもそもメディアとして速読すべきものではなくて、ベルさんみたいな読み方はまあ別として、たくさん読んだことを誇らしく語る人っているじゃないですか、はい、1年に何百冊読む、はいはい、1冊1分で読めとか、ツイッターのプロフィールとか書いてある、ね、あそう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 、ね、いやいやもうちょっと待ってくれと本当に読んだって言えるのかってもう本当に言いたいんですよね速読って、まあ、つまりある種飛ばし読みの技術なのであって、はいはい、文学作品というのはやっぱり立ち止まって吟味したり吟味したり、その中でね吟味したりって感じがあるんですよそれ吟味、そっちも吟味だけどじゃなくて、まあそのいろんな読み方があるんですよね、はい、例えば僕ね生徒にもよく言うんですけど、そんなにたくさんね本を読んだのが偉いんだったら大学生になってね友達はね2000人3000人作れと、 LINE のあれでもね何でもそうですけど、で恋人とか彼女とか彼氏も50人も100人も付き合ってね、4年間でなんと俺は400人の女性を知ってるとか400人の男性を知ってるとか、海外旅行も弾丸ライナーツアーでもうパスポートスタンプをどんどん押してもらってね、もう一泊もせずにどんどん貯めればいいと、数とか物量を誇る時代っていうのはねもうね遠の昔に過ぎ去っていて、そうですね、だって総先生がやってたやつですよね、一刻たりともまだ話が続いてあると一刻たりともちゃんと旅したこともなければ一人の女性と出会ったこともないわけでしょ、うん、そんなものをね経験と言えるわけがないのであって、速読そのものがね本来もね無益なものだと思います、特に文学作品、これもう昔からずっと同じことを言ってるんですけどね、私も同意ですね、はい、よかった同意で、いやよかった、数数みたいな、数だからマウント取れるからみたいな言うじゃないですか、だって手塚治虫は、はい、こうやって読んでたとかって言われてるんですよ。そうです、自然にね早くなることあると思います。例えば北森雄って小説家は見開いた瞬間に1ページの情報がそのまま入ってきたって彼の中で書いてるけど、それはおそらくね何回も読んだ、彼トーマス・マンって小説家の大ファンで、それ何度も読んでる本を見た時にあこんな話だったって多分ね思い出してるんじゃないかなと僕は思うんですよ。1ページ2文字とかじゃなくて、いやそんな感じだったらいいですよね、アホバカみたいなトーマス漫画大好きだった北森はね、はい、実はとある街角を曲がった時に、うん、彼のエッセイの中に出てくるんですけど、トマトソースっていう看板を見た時にトーマス漫画大好きで、トーマスマンナ、トマトソースなの、トーマスマンナって読んだらしいんですよ。かなりの技術が必要ですよね。速読ってつまりそういうことですよ。大体こういう意味だって取るだけでしょ。結構やっぱ主観的になってますもんね。そうです。それだったらね、ダイジェスト版読めばいいんですよ。ああ、そうだね。もっとね、味わうことに意味があって。おいいこと、そういうことです。ベルさん同意ですか同意ですベルさんがやるから今日一最高の言葉を今言いました。今
いやもうトマスマンのくだりにもうコメントがもうオチ分かってたもんそれになるだろうみたいないや本当にそうなんですよ多分トマトソーストマトソーストマスマンどうもう間違いすぎます探すやつねあれが出る感じでショーベルさんも何かありますか見てる人にはい、いや特にね特にねあその自分の、ね、宣伝はないんですけれどもあのモイテスさんのチャンネルに出れてとても良かったなと思っています、はい、この後はベルさんのチャンネルの方でも、ねはい、そう先生喋りますし、はい、僕もぜひぜひ遊びに来てください。僕もベルさんの方ベルさんにねちょっといっぱい突っ込んで聞いてくると思うんでちょっとコラボをね聞きかけ僕のもずっと見ながら緊張して話してるんじゃないはいご視聴ありがとうございましたありがとうございました。